延々と続く地獄のような日々の中で、この家の連中は揃いも揃って、詳しいことは載ってなかったけど、開眼した人は、サラダ、オルト、ここまでやるとはな、カワキ、こうなるしかなかったのか。呪霊はいるか？何が狙いだ？あんな惨めな思いをしたくないの。もう逃げたりはしねえよ。それはどうだか。好きなだけ寝てろよ。
ったれ。ここまでやるとはな、カワキ。お前も七代目と同じところへ送ってやるよ、ボルト。こうなるしかなかったのか。そうだ。忍びの時代は終わる。だとしても、俺は無理だ。なんだよ、こいつのせいで次元はいつだって出入り自由だ。俺がいる限り、奴が里に現れるのを防げねえ。他にどうしようってんだ。俺よりてめえのことを心配したらどうなんだ。お前に何がわかる。こっち上に苦しんだことがあるか。明日に生きる術を失って絶望したことがあるか。どっちだろうと同じことだ。
何度も言ってるだろ。俺はカラのメンバーじゃないし、大した情報は持ってない。どんなに酸素を操れるお前でも、自分の周囲の濃度は上げられない。思った通りだ。利用価値があるうちは手元に置いておくってわけだ。まあ、あんたの力なら盾くらいにはなりそうだ。お前は一度も鉄を変形させることはなかった。ならば導き出される答えは一つ。貴様は、磁力、ネオジム使いだ。やめろ、気持ち悪い。何なんだ、てめえは。何が狙いだ。なぜ黙っていた。おとりはナトリウムのクエイサーだ。いや、姉さんを殺した奴は、仲間だったんだ。俺のカーマは消えてなくなった。お前やみんなのおかげってやつでな。俺一人じゃどうにもならなかった。多分お前の場合も同じだ。だからもう余計なことは考えるな。お前は震えたことがあるか。身を切り、骨までいてつく極寒の大気に、その身を晒したことはあるか。